皆さんこんにちは、部長のリーです。さあ今日もですね、女子ドラコンプロ育成プロジェクトの2日目の様子をお届けしていきたいなと思いますけれども、前回の動画では初日のマックス値よりもちょっと落ちちゃったところからスタートした2人のヘッドスピードを、まずは初日のマックス値まで戻すというところをやっていきましたけれども、その戻す練習でですね、 JPDA の練習法で力の出力方法というものがあるんですが、それを取り入れた練習で元のマックス値まで戻していきました。そしてですね、今日お届けする動画の中で行っている練習はですね、またちょっと違う練習なんですけれども、JPDA のメソッドの中ではもう極意と言うべき、それぐらいですね重要な内容になっておりますので、ぜひですね皆さん今日も最後までお見逃しなくご覧ください。では早速 VTR どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。オッケーオッケー。あ、全然全然でした。 36.6。 でもこの間がスタートが33ぐらいだったんで、もう最初から36が出て、それでいまいちって思えるぐらいに、そう、上がってきてるってことですよ。これで 37.5。 これが 37.8。 そう、でも大体最初のレッスンを受けた後に、まあバーンと上がるじゃないですか。でその感覚ってやっぱその瞬間には脳にこう入ってるから、触れるんですよね。早く振る感覚っていうのが脳にあるんで、でもまたその何日かしちゃうとそれ忘れてきちゃうんで、でそれをまた繰り返し繰り返し何回か同じように早く振るっていうのをどん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 脳に入れていくと定着してくるんで、最初はまたちょっと落ちてスタートになっちゃうのは当然です。でもこの間最初スタートが33だったのが、はい、今回はもう37台が当たり前に出てるじゃないですか。で小山ちゃんもこの間35から7点ちょいぐらいだったのが、最初からもう30、さっきいくつ30 40、あ、もう40、そうかそうか、41とか2とか、そうか42とか出てるっていうね。だからそんな感じにもうベースが上がってきてるの分かりますよね。この間のマックスの数値はすぐには出てないかもしれないけど、もうベースが上がってます。でこれを繰り返していくとどん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 ベースが上がってくるっていう感じなんで、ちょっとまた別な練習をしてみたいと思います。はい、じゃあ次の練習なんですけれども、今まで緩めて一瞬だけキュッと力入れるっていうのをやってきたじゃないですか。上でしっかり受け止めてから一瞬力を入れる、これをよりやりやすくするために、これからですねちょっとリズムを取って打ってもらいたいなと思ってます。はい、で今から2つの種類のリズムを試してもらいます。はい、でまずは1、2、3っていうリズムです。でもう一つが1、2っていう、はい、なんか違いがね、それだけ聞くと分かりにくいと思うんですけど、やってみると違いが分かるんで、はい、じゃあそれをやっていきましょう。まずは1、2、3のリズムです。置いた状態が1で、上げるのが2で、3で打つ感じ。1、2、3で打つ感じ、はい、いきましょう。そう、心の中で1、2、3で打ってきます。これが忙しいヘッドスピード今 40.4、 何回か打っていきましょう。はい、
置いた状態が1上げるのが2でしっかり回って3で叩くっていう。はい、うん、いい感じいい感じ。これが 43.6。 もう一発じゃない、1、2、3でいきましょう。はい、深く、ゆるく。そう、ゆるくしてキュッっていうのはもう一緒ね。はい、それをやるためにリズムを取ると。はい、うん、飛んじゃったな今、うん、40.9、うん、はい、じゃあ今度は、はい、1、2っていうリズムで振っていきましょう。さっきは置いた時が1だったでしょ、はい、で2っていうリズムで上げてるから、うん、結構なんだろう、間が取りやすい、うん、2って受け止めがしやすいんだけど、今度はもう1で上げちゃうから少しスピード感が出てくる感じ、うん、感覚違う自分の中で。早いですね。忙しい。42.0。うん、忙しいけどなんか勢いで結構ひねれる感じがあります。うんうんうん、ああ、でこれが 43.3。1、2の方がどうしてもちょっとテンポが速いんで受け止めがしにくくなっちゃったりするわけですね。でも両方にメリットデメリットがあって、例えばもともとすごくゆっくり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 って手の力で上げちゃってる人とかはもう1、2にしちゃった方がスムーズに、あの振り子の感じでね、上がりやすかったりとかするし、逆に受け止めができないで切り返しが早い人は1、2、3の方が受け止めがしやすくなってヘッドスピードが上がりやすかったりとか、まあ、だから人によって合う方が変わってくるというか、だから両方ともいろいろ試してみると結構結果に出てくるんで、それをどっちが自分に合うかっていうのを選別していくっていうのをやっていきたいなっていうところですね。じゃあ小杖ちゃんもちょっと打っていきますか。はい、うん、最初は1、2、3ですね。これで 38.2。次が、お、39.5。うん、うん、いい感じですね。はい、力強い。1、2、3っていうリズムですね、今ね。はい、うん、これもね、まあまあ悪くはないですよね。38。じゃあ今度は1、2っていう感じですね。バックスイングがもう1で上げちゃう感じなんで、ちょっとスピード感がつく感じで、はい、うん、あ、これが 36.1、うん、で今のはもう明らかに小杖ちゃんの場合は明らかに1、うん、2の方がスピードが出にくくって、本人も振りにくそうで、うん、それだけもう早く上げて下ろそうと思うと切り返しの受け止めがもう全然できなくなっちゃうと、うん、でタイミングが合わなくなっちゃうと、うん、でヘッドスピードも出なかったっていうのがあるんで、小杖ちゃんも1、2、3の方がちゃんと受け止めもできて、今の時点では振りやすいかなと、うん、なので心の中で必ず毎回1、2、3と唱えながら打つようにしてください。はい、え、ファミーちゃんは、まあ、はい、
両方ともね、悪くはなかったんだけど、うん、あとはその受け止めとかね、それが自分でしやすい方をちょっと選んで、うん、で、まあ、またいろんな練習していくと合うリズムっていうのがまた変わってきたりするんで、うん、でそれを都度ちょっとやりながらやっていきたいなと思います、うん、はい、で今度はまたその 1,2,3 とかっていうリズムを使うんだけど、うん、ちょっとその唱え方を変えていきたいと思います